今回はドイツ空軍フォッケウルフドーラ9です。従来のフォッケウルフから、水冷化、胴体前後延長、ラジエーター配置変更などで、空気抵抗の増加が抑えられました。そのためかアントン型のように航空での出力低下は見られなくなったそうです。左直下に鉄器。攻撃位置へ着きます。降下。鉄器はコルセアです。外しました。味方に向かって離脱します。右下方で動きがあります。真下に入るまで待機。降下します。味方の銅が滝でした。再上昇して行動回復させます。防御上昇中が一番狙われやすい。下で何か動きが。急降下します。鉄器マスタングです。マスタング撃墜。他の鉄器が向かってくる前に離脱します。黒煙が見えます。機影の速度から見て米軍っぽいです。鉄器マスタング。鉄器に気づかれたので大容量で対応します。周囲の注目を浴びたかもしれないので、速やかにこの場から離脱します。マスタングが私を追いかけていました。追いつかれないように降下し速度を上げます。上昇する機会を失ってしまいました。焦らずに速度を稼ぎます。味方機がマスタングに対し攻撃を始めました。この混乱に乗じて鉄器の頭を押さえます。コード組はこちらのもの。しかし二段はできません。鉄器がシガースを仕掛けてきました。こちらはそれには応じず上昇で鉄器のエネルギーを消耗させます。そうしないとこちらが食われてしまう。無理についていかずもう一度上昇。そろそろマスタングのエネルギーが枯渇する頃かな。墜落です。だいぶエネルギーを消耗しました。速やかに上昇して高度を稼ぎます。後方から鉄器回避軌道に専念します。道具性能を生かして際立ちました。鉄器が反転。危険ですが格闘戦隊を駆けに出ます。こちらに向かって切り返してきます。ここでぐっと引き起こす。どうにか後ろに引きたい。道具も慎重に出す。もう少し。オーバーシュートする前にハイヨーヨーとローヨーヨーを試みます。フラップも使って何とか撃墜。ギリギリでした。速度が低いので降下しつつこの場から離脱します。
掘ってきている気鋭はなし。速度を稼いだら上昇します。直下に気鋭を確認。おそらくマスタングです。行きます。頼む、気づかないでくれ。滝に気を取られていたようです。よかった、マスタング撃墜。離脱。右下方に気鋭が。後方を確認してから降下します。降下。悪くなく、粘りのある上昇で相手のエネルギーを削れる。ですが、そういった軌道は全般的に諸刃の剣だと思うので、乱用はおすすめしません。できれば一撃離脱で安全に攻撃と離脱できればよかったのですが、爪が甘く、格闘戦になってしまいました。こういったところもまだ未熟ですね。あと期待リクエスト募集中です。よかったらコメント欄へお願いします。ご視聴ありがとうございました。